新鮮に、まあ、とかすいません。はい、独自通コンピュータテクノロジーの朝坊です。この話は、何度かやってて、このジャンボリーでも7月にも1回話した内容なんですが、その後、アップデートをしてあるので、その内容も交えつつお話ししたいと思います。で、まあ、こんな内容で話します。で、まあ、自己紹介はまあ飛ばすとして、5システムとは何ぞやって、まあ、この場にいる方に言うのも何なんですけども、ちょっとこれはもうちょっと一般的に誰でも分かるようにみたいなところで、ファイルシステムっていろんなものを格納するよね。で、組み込みシステムだったら、リードオンリーの領域作ったり、データ書く領域作ったりとか、あと製品によっては、なんかメディア系のものを見たりとか、細かいファイルを見たりとか、まあ、いろいろな用途で使いますねっていう話で。で、我々は何をやってるかっていうと、まあタイトル、社債、IVI システム向けってなってたんですけど、今、さっき報道の中でさんの話にもあったんですけど、AGL、オートモーティブグレードリナックスのリクエアメンツバージョン 1.0 っていうのが、もうすぐ公開されると言われつつ、まあなかなかまだ出てはいないんですけれども、もうすぐそれが出てくるっていう中で、まあ我々も AGL の中で活動してて、そこのリクエアメンツで出てるロバストファイルシステムで、候補に上がっているファイルシステムいくつかあるので、まあ、そこについていろいろ評価したりしてるっていうところのお話です。で、まあ、今回割と我々力入れて評価したところはバター FS で、なんでバター FS かっていうと、右の四角囲みにあるんですけれども、これは、まあ、ちょっと古い数ヶ月前のデータですけど 3.17 のカーネルが出た時、その前の、1年ぐらいかなのパッチ投稿数を見ると、バタイフェースの中のパッチ投稿数は今、まあ、何が1、まあ、それはカーネル全体でも同じなんですけど、まあ、Gmail とかそういうアドレスから投稿されるのが一番多いんですけど、はっきり企業のドメインが入っているところとしては、我々富士通がナンバーワンだというところで、まあ、バターフェイスはたくさんパッチを投稿しています。で、まあ、主にそのパッチ投稿しているのは、エンタープライズ向けに投稿しているところが多いので、まあ、ここでバターフェイスを、パッチを投げて、レッドハットエンタープライズリナックス7、今年リリースされましたけど、その7で今テクノロジープレビューとしてバター FS が使えるようになっています。で、まずそのうち 7.1 とかそういうところで正式にサポートできるようにっていうので今エンタープライズの部隊が一生懸命パッチを投げています。で、まあ、このバター FS を中心に強化しています。で、IVI のシステムでどういうリクエアメンツがあるかっていうと、まあ、ロバストファイルシステムということで、まあ、突然の電源弾が起こってもファイルが壊れないこととか、あとは、電源が入ってすぐに使えるようになることとか、まあ、そういうようなことがファイルシステムとしては求められています。で、細かく実際の AGL の、スペックを整理すると、まあ、このようなカテゴリーが書かれていて、単にファイルシステムっていうだけじゃなくて、実際のストレージデバイスは何なのか、SSD なのか EMMC、まあマネージドストレージと呼んでいるものと、あとノンマネージド、ローノアメモリマップ IO になったのはだったりとか、あとは難度のメモリーだったりとか、あとは、USB スティックとか SD カードとか、まあ、そういうリムーバブルなものとか、まあ、そういうストレージの違いみたいなのが縦の列で書かれてて、で、まあ、それぞれ
あのロバストネスがどうなのかとかウェアレベリングがどうなのかとか、まあ、フラッシュの場合はあの寿命っていう問題とかもあるのでウェアレベリングがどうなのかとか、あとは、エラーディテクションとかコレクションとか、まあ、そういう機能についてどうなのかとかっていうのも記したで、星取りにしたのがこの表になります。で、まあ、スペック的にあの星取りをすると、まあ、このような形になるっていう感じで、実際にじゃあそれをあのストレステストしてこういう項目に対してストレステストして成績どうだっていうわけじゃないので、まあ、この表だけだと言い切れないところもあるんですけれども、まあ、こんな感じで、まあ、大体どこのファイルシステムでも Linux で標準で使われているものは割と成績が良くて、まあ、EXT2 とか、まあ、古いものはちょっとあの丸がついてないところもありますけれども、また FS とか EXT だと新しい EXT4 とかだと全ての項目で丸がついたりとかしてます。あ、マルチスレッダー用語に関してはついてないですね。あと、まあ、大体あの新しいところでは大体この辺の項目は丸になってます。で、今回は、この後いろいろ評価をもしてるんですけれども、その中ではこのマネジドストレージに関して評価をしています。で、一つ目の評価としては、マネジドストレージで GL のリクエメンツの中にある、電源断が起こってもあのファイルシステムとして壊れないかっていうところのテストをしています。で、もう一つは、ブートアップタイムとあとパフォーマンスについての評価をしています。で、まあ、それはこの後出てくるんですけど、まず、ファイルシステム、各ファイルシステムの簡単な機能の紹介をいくつかします。まず EXT4 なんですけど、EXT4 は、まあ、使っている方も多いと思いますけど、ジャーナルのファイルシステムで、もう、歴史はそれなりに古くて、EXT2、3と来て4なんですけど、2006年に初めてメインラインに入っているので、もう、8年ぐらい経ちますね。で、まあ、その8年の中でも EXT4 の中でもあのいろんな機能が後から追加されたりしてるんですけれども、まあ、大きなファイルシステムサイズをサポートしたり、まあ、それまでと比べると大きくなったりとか、あとジャーナルのファイルシステム、まあ、EXT3 からジャーナルになってるんですけど、まあ、引き続きそれだったり、あと EXT4 で割と最近入ったところだとジャーナルチェックサム、ジャーナルデータが正しいかっていうのも検証できるようになってたりっていうのがあります。で、あと、まあ、Linux ではほぼ標準的なファイルシステムなので、Fedora とか Rails とか Ubuntu とか Debian とかどこのメジャーなディストリビューションでも使えるようにはなってると思います。ただ、まあ、もう割と枯れてきてて安心して使えるとは思うんですけど、今後の次世代のファイルシステムとしてはもう別のものが今求められてて、例えば Red Hat 7だと今デフォルトはあの XFS がデフォルトになってたりとか、まあ、そういうところで今次の次世代のファイルシステムが何になるのかっていうのはちょうど盛り上がっているところかなと。で、まあ、その辺の枯れ具合みたいなのをこちらの絵で表してるんですけれども、このカーネルにパッチが投稿された数を示していて、このグラフの、青いところが、バグフィックスとかではないパッチなので、まあ、いわゆる機能追加とかそういったものになってます。で、緑のところがバグフィックスとかのパッチになってます。で、2006年に初めて投稿されてから、まあ、11月なので、まあ、2006年とかそんな多くなくて、2007年もまだ入ってなくて、その後2008年ぐらいからあのメジャーなディストリビューションでもサポートされるようになって、
だんだんとパッチするっていうのも増えてきました。で、機能追加も、まあ、多少の山田にもあるとしても、割と多く投稿されてるんですけど、まあ、今年なんかは、まあ、去年よりも少し減ってくるかなっていう、まあ、これ撮ったのも、まあ10月ぐらいなので、これよりかはもうちょっと最後伸びてるとは思いますけど、まあ、割ともう枯れてきてるというとこかなと思います。まあ、枯れてるっていうのも、いい意味と、いい意味では、バグはそんなに踏みにくくはなってきてるかなっていうのはあります。で、その次に、バタ FS なんですけれども、バタ FS は、歴史としてはもうちょっと新しくて、オラクルが2007年から開発を始めて、メインラインに初めて投稿された、マージされたのは2009年の1月になります。で、オラクルが、2007年に始めてて、で、その後、歴史の中でいくつか起こったのがあって、オラクルが、サンマイクロシステムズを買収したっていうのが何年か忘れましたけど、2010年とか多分そのぐらいにあったんじゃないかと思います。で、サンマイクロシステムズは、ゼータ FS っていうのを、開発してたんですけれども、オラクルがサンを買収して、で、今、もうそこが、機能なんかも割と、似たような機能が、バタ FS の方に乗っかっていって、まあ、ゼータ FS を次世代ファイルシステムと呼んでたところを、もう今、バタ FS でもカバーできるような形になっていると思います。で、まあ、最大の特徴としては、コピーオンライトを使っているということで、まあ、電源難とかには割と耐えられるような、より強固な仕組みを持っています。で、あとは、スナップショットを取ってバックアップしやすかったり、まあ、例えばアップデートした時に失敗したら巻き戻したりとか、まあ、そういうのが割と簡単にできるようになってたりとかします。あとは、圧縮するとか、あとは、ファイルシステムの機能の中にレイドを持っているので、まあ、レイドのシステムの中だと構成は割と作りやすいっていう、まあ、そういうようなメリットがあります。で、まあ、そんなんでいろいろ新しい機能は盛り込まれてるんですけれども、まだあまり標準では使われてなくてっていうのが実情で、ディストリビューションのサポートっていうのも割とマニアックなところで使われてたりとかして、で、調べてみると歴史上おそらく初めて取り、ファイルシステムとして採用されたのがミーゴ。ミーゴって今、まあ、形変えて対戦になってますけど、まあ、そこで使われたので、まあ、そんなにメジャーなところではないのかなと思います。あとは、オープンスゼは、つい先日リリースされた 13.2 でバタイフェスがデフォルトになった。これが多分一番大きなところかなと思います。あとは、まあ、元々の開発していたオラクルが、はオラクルリナックスで2012年からサポートしてたり、あとは先ほども言いましたけど、レール7は今、テクノロジープレビューになっているので、もうすぐ標準で使えるようになる。今でも評価としては使うことができるんですけど、まあ、正式なサポートまであともう一歩、そういうような感じです。で、オラクルが開発始めたって言ったんですけれども、そこで、まあ、今でもこのバタイフェスのメンテナーやってるのが元オラクルのクリス・メイソンなんですけれども、クリス・メイソンはその後オラクル辞めて、一時フュージョン IO っていうディスクの会社にいました。フュージョン IO は今、数ヶ月前ですけどサンディスクに買収されたので、またいろいろ勢力図変わってくるかもしれないですけど、でその後、フュージョン IO も辞めて今クリス・メイソンフェイスブックにいます。なので前これを見ると、ランキング Facebook っていますよね。5位ぐらいかな。これ全部クリス・メイソンで書かれてるやつです。で、実はよく見ると
クリス・メイソンのいたところページの内容、オラクル、フェイスブックのランキングどこも入っているのでクリス・メイ個人のランキングですると、あのメールアドレスは変わってるんですけど、クリス・メイソンがあのかなり上の方に、多分1位とかそういう感じなんだと思うんですけど、そういうところにいます。で、ちなみにあのクリス・メイソンは今フェイスブックに勤めてて、フェイスブックの仕事でバタイフェソの開発をしてます。で、まあ、あのクリス・メイソンの話とかを聞いてみると、今フェイスブックのウェブシステム、ウェブ系のシステムはあのバタイフェスで作られてるらしくて、でもう日々開発しててウェブオプスを回していて、1日に2回とかカーネルを、新しいカーネルをリリースしてもうすぐ運用に回してるっていうのをずっと繰り返し運用しているみたいです。なので、皆さん Facebook を使われている人はもうすでにバタイフェスのユーザーだ、そんな感じじゃないかなと思います。で、先ほどの、タチトコスの推移をバタイフェスでも撮ってみたんですけれども、まあ同じように青が、機能追加のパッチ で緑がバグフィックスのパッチで、まあ、こういうような形で、特にこの数年伸びてます。でこの数年っていうのはレッドハットの次の班に入れたいねっていうので、まあ、富士通側も頑張ったりとかしていろいろパッチとコースが増えてます。であと、やっぱりいろいろ使われだしてバグとかも出てきてるので、バグフィックスっていうのもこの数年で伸びています。なのでこの辺がもうちょっと枯れてくるとレッドハットでも標準で使えるようになるんじゃないかと思います。で、あと、F2FS、 これはフラッシュ専用のファイルシステムなんですけれども、これはカーネルメインラインに入ったのは 3.8 で、あとは、フラッシュ専用のファイルシステムなので、まあ、性能のチューニングとかがフラッシュ向けにされてたりとかしています。あとは、まあフラッシュだと書き込みと削除と、まあ、処理が異なったりとかするので、まあ、その辺のオーバーヘッドとかをうまくできるような作りとかがされています。で、F2FS は、まだそんなに歴史が長くないので、グラフも柱が3本ぐらいなんですけれども、まあ、こちらもこちらはまだ、入ってから、2014年ちょっと少ないんですけど、これ10月に取ったデータなので、多分今取ると同じぐらいの形で機能追加とバグフィックスとまだまだ盛り上がっているようなとこじゃないかなと思います。で、あと、どういうところで使われているっていうのはちょっと持ってないですけど、 F2FS は、スマートフォンとか、まあ、そういったところで使われているようです。で、ここからがファイルシステムの先ほどの AGL のリクエアメンツの中で評価した内容になります。で、一つ目はロバストネスということで電源弾の耐性を評価しています。で、二つ目が起動時間、三つ目が、パフォーマンス、 IO のパフォーマンスを評価しています。で、一つ目の電源弾のは、まあ、こちらの絵にあるようなルネサスさんの RK M2 のボードで評価しています。で、後ろに銀色の箱があるんですけど、まあ、これがタイマーでカチカチ電源弾を定期的に起こすっていうシステムになってます。で、評価したのが、まあ、バタイフェスパッチが今の最新の版でもどんどん出ているので、この当時の最新 3.17RC をベースになっています。
で、結果としては、1000回以上、それぞれ3つのパネルシステムで1000回以上の電源ダウンをやったんですけれども、まあ、それぞれ、のファイルシステムでどれも問題なくファイルシステムが壊れることはなかったです。で、まあ、ちょっとこれ1000回っていう数字じゃまだまだパターンがサンプルが少ないんじゃないかっていう話もあって、今ちょっともっと長期で流すようなことも検討しています。で、実はですね、これが7月の発表の時には EXT4 はファイルシステムが壊れたよっていう話があったんですけれども、その時はカーネルバージョンがちょっと古くて 13.16 だったかなぐらいの時には壊れてたんですけど、この版だと壊れなくなりました。で、ちょっと待ってくださいね。あ、これだ。その話がこれなんですけど、7月の時の発表だと、EXT4 の方だとファイルシステムが壊れてディスクがフル状態になって、FSCK 走らすと一応修復はできたんですけれども、まあ、FSCK 走らすのに3分とかかかって、まあ、ちょっと異常な状態になってしまうっていうのがありました。で、今回測った 3.17 ではそういう問題が起こんなかったんですけれども、じゃあなんで起こんなかったのか、サンプルが足りないのかとか、まあ、いろいろ調べたんですけれども、実はバグがあってバグがフィックスされたっていうのが見つかって、それで治ってました。で、その治ってたパッチがこれで、3.15 から 3.16 の間でこのパッチが出ていて治ってました。これは EXT4 のメンテナーのセロドアツオが投げてるパッチなのかな。このバグっていつ入ったかっていう。はいはいはい。ですね。気になりますよね、自分のシステムが入ったの。で、うちも調べて、ちょっと今ここに入ったかのパッチが入ってないんですけど、3.15 とかで入ってます。3.15 でこのバグが入って。はい、で、3.16 で直ってるので、アウトなのは3.15ぐらいなので、まあ多分、皆さん、なんで15使ってないかなと思うので心配しなくて大丈夫じゃないかと思いますけど、まあでもやっぱり重要なのは定点監視をしていくと、まあ、そういう違いとかが分かるので、それが溝というか、まあそのギャップが多いと何かあった時の変化点とかも見つけるのすごく大変なので、まあ、3.15 も見て3.16も見てってやってると、こういうのが割と見つけやすいっていうのでとこです。なので前回 EXT4 はファイルシステム壊れちゃったなと思ってたんですけれども、それたまたまそのバージョンがよろしくなかった感じで、今 3.17 だと大丈夫で、今だと 3.18 とかのその次19とか出てくるんで、まあ、そういうところでも常に見てるといろいろ変化点が分かるし、それこそ、まあ、そこでパッチが出てるとかあったらLTSI の方にバックポートするとかして、まあ、品質高めていけるといいかなと思います。でその次に、起動時間なんですけれども、これは、まあ、同じように RCA のボードで測ってます。で、これが実際に測った結果なんですけれども、ファイルシステムの中に、ファイルの数をどれだけ置くかっていうので3つ比較してます。4096ファイルがある状態とか、65536ファイルを置いた状態とか、100005ファイルを置いた状態とか、まあ、これは要は、なんでそういうことをやるかっていうと、ファイルが多いと iNode のチェックとかで時間かかるだろうっていうことで、いろんなパターンで測ってます。で、まあ、かつては、その iNode の
状態によってファイルシステムをマウントする時間とかすごく変化があったんですけど、まあ、結論からすると今回はあのファイルの数変えてもそれぞれのファイルシステムを取ってみると差はほとんど出てないので、まあ、そういうものなのかなと思います。でほとんど出てないんだけど ButterFS はちょっとずつやっぱりファイルの数が多いとちょっとずつ時間は伸びていて、でそれはあの ButterFS の実装と、まあ、一致していて、あの ButterFS は動的にアイノードのチェックをするのでファイルの数が増えていると、まあ、そういうことが起こるのかなと思います。で F2FS は、多少ばらつきがあるので、まあ、これは誤差の範囲かなと思います。で、3つのファイルシステムを比べると、まあ、一番早いのは XT4 で次が ButterFS、その次が、まあ、ちょっと差が開いて F2FS なんですけれども、まあ、その差は50ミリセックとかなので、まあ、これ50ミリセックぐらいなら誤差と見るかどうかっていうのは、まあ、それぞれの適用する製品なんかで関わってくるところなので、まあ、例えばあの F2FS 先ほどスマートフォンで使われていると言いましたけど、スマートフォンで50ミリの起動時間ってどうなのかって考えると、まあそんなに重視するとこじゃないのかなっていうことで、まあ、こういう結果が出てるのかなと思います。今朝の件の話ぐらいなんて 3.1 メガだったね。はいはい、F2FS のクイックブートオプション、はいはいはい、あのアップストリームされたのって話なんか評価してるんですよね。はい、そうですね、ファーストブートオプションつけると、先読みとか、複数 の処理を走らせたりとかっていうのができるので、で、その次が、今度 IO のパフォーマンスのテストです。でこれも同じように、R か M2 のボードをやってます。で、ディスクがですね、まあ、いろいろなストレージデバイスを試したんですけれども、まあ、ちょっといろいろドライバーの問題とかも抱えて最終的に落ち着いたのが、真ん中辺に書いてありますけど、ストレージはSSD を使ってます。まあ、実際にはEMMC を使うような製品とかも多いとは思うんですけれども、今回は SSD でやっています。で、その結果がこちらになるんですけれども、これは、棒が短い方が性能が良いです。リードにかかった時間とかライトにかかった時間とかなので短い方が成績がいい。あ、違う、ごめんなさい、高い方、数字が高い方が成績が良いです。どれだけのスループットを出せてるかっていう数字ですね。で、これを見るとどういう形で比較してるかというと、シーケンシャルリードとランダムリードで、シーケンシャルライトとランダムライトでやってます。でこの次のページに高負荷時っていうのもやってます。これは無負荷時で測った数字になります。で、パッと見ると、EXT4 と F2FS がいずれの場合も他のファイルシステムと比較というか、まあ、ButterFS との比較で見ると抜けて出てるような形になります。で、まあ、ランダムだとシーケンシャルよりかは性能落ちるんですけれども、パッと見た感じだとその差っていうのは同じぐらいで出てるのかなと思います。で、ButterFS だけ、4本上に4段あるんですけれども、それはどうしてるかっていうと、 ButterFS のオプションをいくつか変えてて、一番上のが、ベースって書いてあるんですけど、それは、下のところにベースオプションはこれだよって書いてて、圧縮のアルゴリズムが LZO を使っています。で、2つ目が圧縮アルゴリズムを ZLib を使っている。で、3つ目の緑のが、
圧縮オプションを使ってない。で、あと4つ目の紫のが SSD スプレッドっていうオプションを使ってる。まあ、それぞれ分けてやって、微妙に差が出てたりとかするんですけれども、まあ、いずれにしてもちょっと BATFS は今回のこの評価ではちょっと成績がいまいちだったかなっていうのがあります。で、次が、高負荷を与えながら、負荷は、何だったかな、イエスコマンドでひたすら負荷をかけるとかだったと思いますけど、ありましたね。エースコマンドでユーザースペースで負荷をかけた状態で性能を測ると、まあ、ちょっとさっきとばらつきの出方が変わってくるっていうのが分かります。で、特徴的なのがですね、まあ、高負荷だとどれも性能はぐんと落ちるんですけれども、リードの場合、この評価だと、リードの場合だと、性能、高負荷で性能が落ちたときに、BATFS は、落ち方が他と比べると、そんなに悪くないというか、無負荷時だと差がついてたところが、高負荷時だと差が少なくなってる、リードの場合は、そういうのが出てます。で、この辺がですね、今回、ARM で評価したんですけれど、まあ、こういう結果が出てて、実は覚えてる方もいないかもしれないけど、7月の時にはこの評価は、インテルの Atom のボードで同じように評価したんですけれども、Atom で評価すると、BATFS もうちょっと成績が良くって、特に高負荷時の時にはほとんど性能が落ちないっていう、まあ、性能自体は落ちるんですけれども、ここの他のファイルシステムと比べると、順位が逆転するような形で、高負荷時には割と強いって、まあ、そういうような結果が出てます。で、それはなぜかというと、まあ、推測も入ってるんですけど、BATFS の構造上の話があって、BATFS 使ってみて、PS コマンドとかで打ってみると、はじめ、なんじゃこりゃと思います。なぜかというと、BATFS をマウントすると、カーネルスレッドで、20個ぐらいスレッドを立ち上げるので、まあ、PS すると BATFS のなんちゃらみたいなスレッドがたくさん起こって、なんじゃこりゃと思うんですけれども、まあ、もともとエンタープライズ向けに作られているので、まあ、コアの数が何十もあるようなシステムで動いていて、IO のオーバーヘッドとかを減らすように、IO 待ちで止まるようなことをなくすように、まあ、スレッド化してあるので、まあ、特に高負荷時の時とかは、IO 待ちの時には他の処理がガリガリ動いたりとかして、割と高負荷には耐えられるような作りになっています。で、まあ、そういうのがうまく効くと、性能差っていうのは縮まったりとかするんですけれども、まあ、そういうのが効かないと、今回ぐらいの結果になるのかなっていうので、まあ、組み込みの CPU も特に車載なんかは、パフォーマンスがんがん上がってきているので、まあ、近い将来も、こういう差がなくなってくるのかなと思います。であと、大事なことを言い忘れてましたけど、BATFS コピーオンライトなので、ライトっていうのは普通に考えたら、グッと落ちます。で、最後まとめなんですけれども、3つのファイルシステムで、まあ、今回の評価に基づいて適当に点をつけてみました。で、1つ目の電源段の耐性に関しては、まあ、1000回試してどれも壊れることはなかったので5点、5点っていうのがエクセレントですね。とつけてます。で、マウントタイムはまあ数字の良かった順に EXT4 5点、BATFS4 点、FTFS2 点と出ますけれども、まあ実際の時間自体は短い差だったので、50ミリセックとかの差だったので、
まあ、その使い方求めるものによっては特に問題はないのかなと思います。あと IO スループットに関しては今回測った環境でいうと、まあ、このような形で、XT4 が、まあ、リードもライドも高い性能でハイロード時もそんなに落ち込みは他と比べて少なかったかなと思います。あと FSFS がその次で、まあ、バタ FS は今回の環境だと、まあ、そこまで良い結果ではなかったです。というところで、まあ、今後の話なんですけれども、まあ、さっきちょっと言いましたけど、あのハードウェアのスペックがどんどん良くなってくると、まあ、特にあのエンタープライズっぽい環境だとバタイフェスとかいい性能出せているので、まあ、そういう環境になったりとか、あとはまあ組み込みでいきなりレイトとかってちょっと想像しがたいかもしれないですけれども、まあ、それでもアップデートしてロールバックしてとかっていうのができるようにしたりとか考えていくと、まあ、コピオンライトとかはかなりやりやすいので、まあ、そういうのができるようなハードウェアがついてきたりとかすると、まあ、今後バタイフェスっていうのはもっといい性能が出しやすい環境になってくるのかなと思います。であとは、電源段のテストなんかで言うと、まあ、車だと今だと電源段の要件とかシビアなんですけども、まあ、今後 EV とか出てくると、まあ、大きなバッテリーを積んでたりとかして、まあ、ちょっとその辺の要件も今後変わってきたりするのかなと思います。であとは、ファイルシステムっていうのは、まあ、今ちょうど次の世代のものが出てきたりとかするので、まあ、そういったところに向けて柔軟に対応、素早く対応していくっていうのが今後求められるところかなと思います。で、まあ、我々としては、まあ、エンタープライズ向けにバタイフェスを推してるっていうのもあって、まあ、車載なんかでも今後バタイフェスが使えるように進めていきたいなと思っていて、まあ、AGL でも要件に合うような形にできるといいかなというふうに思ってます。で、まあ、これはちょっと宣伝なんで今日はちょっと別のところで言ったやつなので、で、あと、参考になる情報はここに載せてあるので、特に、まあ、バタイフェスとか XT4 のウィキは、まあ、ググればすぐ出てきますけれども、見ると面白いかなっていうのはこのホロニックスっていうベンチマークの結果を出してるサイトがあって、カーネルバージョン、新しいバージョンが出るとすぐに各ファイルシステム、まあ、各ファイルシステムといっても FCFS とか、まあ、組み込み受けのは載ってないですけど EXT4 とかバタイフェスとか XFS とか、まあ、エンタープライズでは割とメジャーなファイルシステムに関しては各カーネルの各バージョンごとに、ベンチマークした結果が載ってるので非常にこのサイトは参考になるかなと思います。で、あとは、参照したのは、去年のオートモーティブリナックスサミットの時の、トヨタの村田さんのプレゼンなんかも、AGL の要件としては参考にしたりしました。はい、というところです。これがさっき言いましたね。はい、以上です。ちょっと急遽だったのでところどころ忘れているところもありましたけれども、はい、何か、はいはい、18ページぐらいでちょっとベンチマークのところについて、はいはい、3枚目がペラペラここですか、このうちにこれは、もう一つこれって、はい、18ページですこれこれが18ですよね。トレランステストのやつで、次のページにこれマウントオプション何になったかって書いてないんですけど、ああはいはいはい、どっかに他のエヴァリエーション2と3は確かマウントオプションが全部書いてあって、はいはいはい、これ書いてなかったんですけど、どのマウント
どうして使ってこれやったんだなっていうのはちょっと気になった。そうですね、ちょっとでもし2と同じだとすると、はい、あの EXT4 のオプションがデータイコールオーダードになっているので、はい、あそんなに良くなるのかなっていうのは正直なところなんですけど、何をもって、OK としてっていう状況ですか。エヴァリエーション1の作成ってちょっとあ OK とした条件はあのマウントするときにエラーが起きないことで、あのファイルの中身まではチェックしてないんですけど、書いてたファイルが残っていることっていうのはチェックしてます。あ、そういうことですね。はい、だとするとそれでなんとなく結果はあの分かりますが、もしそうだとすると多分また FS の方がファイルの中身まで含めてって考えるとあのいい結果になるんじゃないかなと思います。あ、そうですね。でというのはあのオーダードでもしマウントしてたとするとデータの保証ってないじゃないですか、うん、でジャーナルで出ていこうジャーナルでやってるとおそらくあの同じくらいの結果になると思うんですけど、そうなると今度違ってくるところが今度パフォーマンスのところで違ってきていて、でそうするとまたあのまた FS と EXT4 で要はあのデータの信頼性みたいなところまで含めての同じくらいのクオリティが得られるところで比較するとまた違った視点が得られるんじゃないかなっていう、うん、そうですね、はい、はい、のは思いました。はい、ありがとうございます。あとですね EXT4 だと、もっと信頼性を上げるんだったらジャーナルデフォルトだと有効じゃないジャーナルチェックサムを有効にした方がいいんじゃないみたいな話を、ELC ヨーロッパじゃない、Linux コンヨーロッパで、はい、このバタ FS の開発してる技術のメンバーが発表したときに、まあ、この辺 の, あの内容も盛り込んで話したら言われたと言ってましたね。ありがとうございます。まずはこれで杉さんの方が分かりました。はい、パフォーマンスでなんか FSFS が思ったより良くはないかなと思ったんですけど、これですか。はい、FSFS ってあのフラッシュ向きに最適化しているから、はい、オーバーヘッドがなくなってっていうような大文句があった気がするんですけど、はいはいはい、やっぱりあのランドとかコントローラーに依存しちゃうんですかね。そうかもしれないですね。ちょっと今回 SSD を使って、どこまで普通 FS の良さが出てたのかっていうのが検証しきれてないので、あの EMMC とか使ってみると実はもっといいじゃんとか、普通 FS 側のアドバイスがちょっとあると。あの今回そもそもちょっとあのこのボードでやるときにあの SD カードだとちょっといまいちそもそもベースの性能が出にくいなっていうのもあって、あのいろいろ悩んだ挙句 SSD にしたので、ちょっとそこの問題っていうのはあったかもしれないですね。バタ FS ってデフォルトでマウントするとあのなんかバリアっていう風になるんですか。バリアイコール1になってます。まあ、僕もちょっとなんか確かにバリアみたいな。仕事っぽい質問申し訳ないですけど、バタ FS がちゃんとプロダクトに乗ってエンタープライズ向けで売る、はい、出すっていうのはいつ頃なのかなって、テーマその自分自身一回夏に動かしたんですよ、はい、この X86 の4つリスクが入ったやつで、はい、でカリカリ、まあ、ストレステストみたいなのもやって、で、試しに冷凍どうなるかと、ちょうど入ってるじゃないですか、バタ FS だったら。で4つのうち1つリスク壊して復活できた、レイドファイルを試したんですよね。そしたら見事に復活できなくて、はい、でそれを何回もやってもダメだったんで、まあ、多分まあ現状はこれなんだっていう認識なんですよね、また FS に出して、はい、でその一方でエンタープライズでは
ちゃんと形になるのはいつ頃なのかなっていうのがふとした疑問で思ってるんですけれども。なるほど。ちょっと僕もよくわからないんですけど、僕自身はちょっとバタフライです、実は。レートで動かしてないので。0個1は大丈夫だったんですよ。うん、で確かに0とかだったら速くなるんですよ。2と2秒つだったんで。ちょっと、録画されてるとあれなんですけど、よく、大丈夫ですよ。エンタープライズでバタイフェスの開発やってるメンバーと話してると、組み込みはレートじゃないから、組み込みの方が先に行くかもな、みたいな話をしてるので、レートは結構、大変なポイントがあるかもしれないです。今の業界を読みとラストまで4つ入ってるのがありますもんね。で、レイド入ったらいいよねっていう色がちょっとあるんですけど、まあこれ、うんという。なるほど。まあ、なんか、なんか投げられる情報あったら、やっぱり、見せずに。試したかもしれないね。いや、あれなんですよ、そのエンタープライズの人間とかはやっぱり使ってもらって、バグ出しして、品質高めないと、今、次の山を越えられないので、なので、みんな使ってよっていうのを今、キャンペーンしてるので。結構そう、こういうテストって、うちは結構一生懸命してるんですけど、大体昔ね、やってた時は大体4キロバイトくらいを一緒に書きまとめて書いたりとか、8キロバイトくらいまでは両面とかでやってたんですけど、まあ今ってスループっていいから、たくさんのブロックで256キロバイトドーン書くみたいな送っても、結構リラックスして最適化して頑張ってくれるじゃないですか。その前の信頼性ってどうなのとかいう話とかあって、で、いろいろとやってたら、まあ、書き込みサイズがある程度よりも大きくなると、X4 のジャーナルノートでやっていても、データの信頼性が微妙に悪くなるところがありそうな気配がしていて、気配ですよ。でも、また FS だと、おそらく行動上それは起こり得ないはずなのかなと思ってるんですよね。だから、本当にね、データを守りたいっていう話だと、画面分析かなり魅力的な問題なんですが、呼吸はないが、もう行っちゃいましょうか。で、今後だと、多分、僕から僕の想像です、最後までも。おそらくですけど、メモリーがどんどん変わっていくと思っていて、うん、そうなった時に、ファイルシステムと、要はメモリーとの間のデータの更新ステージの取り方がまた変わると思うんですよ。確かに。で、そこまで来ると、多分バタイフェストは、また、何かに取って変わられて、もうちょっとシンプルな形で、まあ、コンシステンシーが取れるような形に持っていくんじゃないかなっていうのは、僕の予想です。そうですね。それは、我々も思ってて、啓発ラムとかが出てくると、必要な機能が変わったりとかっていうのは、起こり得るだろうなっていうのは、思ってます。あと、今の前半の話とかだと、でっかいファイルになると、バタイフェスきっと有利なんだけど、今度、でもコピーオンライトででかいファイルをガンガン書いてると、それはそれで今度、パフォーマンスの方も気になってくるポイントが多くなるかなとか、あとですね、EXT4 だと、今回は、4キロのファイルをひたすら書いてとかにしてたんですけど、EXT4 弱点つくのは割と簡単で、ちっこいファイル、数十バイトとか、80バイト未満とか、ちっこいファイルを書き出すと、最近の半数だと、メタデータにデータ書いちゃうので、で、そういうちっこいファイルを書いてるときに電源だとか落とすと、割とメタデータを結構、殺すことが多くて、割と簡単に。それは、ジャーナルコードにしてもメタに書いちゃうんですか？うん、そうだと思います。データイコールジャーナルにして、データイコールジャーナルにするとメタデータをジャーナリングするからメタに書いても壊れないんじゃないですか。あ、そうなのかな。ちょっとオプション忘れちゃいましたけど、はい、メタデータにデータ書くのでやると割と簡単に見せるっていうのがあります。まあ、ただこれは本当にガンガン書いててガンガン電源出してるので、
まあ、本当のユースケースにどれだけ近いのかとかっていうところも何とも言えないところもあるので、その辺も実際の製品ごとに、まあ、例えばなんとかレコーダーみたいなやつとかだと一定周期でかいのファイルを書いたりとか、まあ、そういうのがあるものもあれば、なんか細かいファイルをいっぱい扱っているようなものもあれば、まあ、いろいろ特性もあると思うので、その辺にもある程度寄ってくるのかなとは思います。あ、ちなみにこれ電源ってどうやって作ります？ですね、なんかあったのかもしれないですけど、この後ろにある銀色の箱がですね、このボードはここのコンセントにつながってて、でこの銀色のこのコンセントがまあ、コマンド投げると1分に1回プチッと電源切ったりとかそういうのをやって、でまた電源入れてプチッと電源入ったりとか、まあ、そういうのをひたすら繰り返す。うちもちょっとなんかインテージエントのやつ買っちゃいました。MVP のやつ使うのやつで、リアルタイムステーブルをメンテナンスしてスピーディングとかやってたの。だからウェブパワースイッチっていうのがあるって言って、はい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 、そのウェブパワースイッチを借りて W ゲットで電源ダウンできるというね、素晴らしいアイテムありますね。はい、どうもありがとうございます。